あと今日ねちょっと風が強くなっておりますので、あの落とし物ね気をつけてください。セルチュリオンホテルリゾート&スパテクノポート福井、Okay.
結果に関してはやっぱり俺の責任だと思うんで、本当に選手たちはピッチの中で一生懸命やってくれたと思うし、本当に勝ち点3を、目指して本当に体張ってプレーしてましたし、まあそこまでいけてる部分はやっぱり評価しなきゃいけないし、でもやっぱりその点取られるとかやっぱりミスが起きてやっぱ点取られてるわけだから、でそこはしっかり修正しながらやります。選手も俺も前向きにね、まだあと4試合あるんで、4試合は絶対勝って、で、また他のね望みになっちゃうかもしれないけど、可能性ある限り僕たちは上を目指してやっていきたいと思うんで、絶対下向かないで やっていきたいと思います。初スタメンで初ゴール、ボールシーンを振り返っていただいてよろしいでしょうか。そうですね、前半のシーンまでは結構チームとしても押されてて、自分のポジション的にはチームの流れを変えるっていうのが大事なんで、もうその自分が得点を決める手、流れを変えるっていうのを常に考えてました。やっぱり僕たちは福井で1位、また JFL に昇格することが大前提なので、やっぱりもう今日の試合は絶対落としてはいけないなっていうのと、僕自身も1点だけじゃなくてもっと2点、3点取ってチームの勝利に貢献できるような選手になるように、もう明日から練習したいと思います。ここからの試合は負けられない試合だと思ってこの一戦にも臨んでますし、苦しくなったことは事実ですし、ただ、まだ望みが全部なくなったわけじゃないので、まずは、この敗戦をしっかりと自分たち、受け止めて、また次の試合にしっかり準備していきたいというふうに今は思っています。実際に何がダメで何がうまくいかなかったのか、どこをもっと良くしなきゃいけないのかっていうのを、この1週間しかないですけど、細かいところも含めて、しっかりと修正して、次の試合に臨みたいですし、本当に今皆さんおっしゃっていただいたように、一人でも多くの方にまだ応援していただけるように、次の試合どういう姿を見せるかっていうのはすごく大事だと思うんで、またチーム一丸となって、いい準備をして勝利できるように臨みたいと思います。